ネットで競馬、ネット競馬。まるごと必勝チャンネル、今週はフェブラリーステークスの展望です。さあ始まりました。司会の平田里奈です。今週は柏木さん、久保木さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。番組は今年最初の JRA の G1 フェブラリーステークスを中心にお送りします。早速出走メンバーご覧いただきましょう。今年は地方浦和競馬所属のスピーディーキック、レース史上初めて外国馬カナダのシャールズスパイトが出走します。柏木さん、多彩なメンバーが揃いましたよね。その多彩なメンバーというところで、比較がすごく難しいんでね、面白いペースになると思います。はい、人気が読めないんですよね。久保木さんはいかがでしょうか。そうですね、正直ちょっとメンバーのレベルとすると、近年よりは落ちるかなという感じはありますね。ただ今平田さん触れてましたけど、初めて外国馬が参戦、地方競馬からもスピーディーキックが出走ということで、はい、まあ、話題性にはこと欠かないかなという組み合わせになりましたね。こちらの2頭のお二人の評価も気になってまいります。後ほどゆっくりお伺いしていきます。皆様、いつもまるごと必勝チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ネット競馬の YouTube チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではこのコーナーから参りましょう。フェブラリーステークスを予想する上でのポイントをお伺いしていきます。まずは久保木さんのポイントお願いします。やっぱり、今年メンバー構成になりますかね。連覇中のカフェファラオが、今年は海外へ遠征ということで、なんかこう柱が一つ抜けてしまったかなという組み合わせになりましたね。交流 G1 勝ってる馬もいるんですけれども、そういった馬たちは金層の成績もう一つというところがありますんで、ダート競馬は格を重視した方がいいかなとも思うんですけれども、今回のフェブラリーステークスに関しては、格よりも勢いというか、今の調子、こういったところを、重要視して予想を組み立てていった方がいいのかなとは思います。はい、ありがとうございます。では柏木さんのポイントもお願いします。流れが一つポイントだと思います。流れ、ダート戦ではレースの展開というか流れ、ペースなんかあんまり重要な要素ではないんですよね。最終的にはもうパワーと底力の勝負なんですけど、例えばテームスアフタンって前回ルメール騎士でしたよね。結果的に大凡走ですよね。今回は違う乗り方そうな気がするし、タグエタが勝ち、花切りたいと思うんですよね。でみんなチャンスあると思ってるんで、そのポイントは、いや、思ってるより流れが速くなるんじゃないかなというふうに思ってるんですが、逆の見方ももちろんありです。はい、ということでお二人のポイント、久保木さんは格よりも調子、勢い、そして柏木さんは流れを読むことがポイントということでした。ぜひこちらの2点ポイントに予想してみてください。続いては柏木さんに注目馬の参考レースを解説していただきます。柏木さん、今週の選んでいただいたレース、どのレースからいきましょうか。まず、昨年のフェブラリーステークス、途中からテームサウスダンが先頭に立つ感じで、重馬だったんで59秒2というのは普通のペースだと思います。2番手育ち、でそこに混んできそうだったのが実はいなくて、カフェファローが連覇を達成して、時計早かったですからね、1分33秒台です。こうなるとなかなか変わらないですね。伏兵のソリストサンダー、レッドルゼルなんか出てたんですが、テームサウスダンが一応逃げ粘ったというのがポイントだと思います。前回は声で溜めてましたね。はい、次のレースお願いします。次のレースは東京ダート戦6の武蔵野ステークス。ここではレモンポップに注目です。 1000m 通過60秒1、これはバスラットレオンが言ったんですが、そんなきつくない流れだと思います。ですから仕掛けどころを待ってたレモンポップがこれから必死にそのバスラットレオンをかわして、
あとは後続勢はちょっと上がりが早かったんで後続勢の出るマークがなかったですね。デルノポップはこれで刺された感じなんで問題は距離ですね、ですからデマンポップの場合は早くならない方がいいような気がします。次のレースお願いします。左回りという意味でスバルステークス1004ですから当然こちらの方はハイペースになったんですがね、これはバトルクライの勝った競馬です。で注目は今外から3頭目以外に出てくる7枠のドライスタウトからその外に出てきた石風、この2頭 の並んでの末脚はちょっと光りましたね、結局2着3着なんですが、これは追い込みレースになった方がいい2頭だと思います。レースまだありますか。ネギシステイクス専用の割には最近そんなハイペースにならないことが多いんですがね、好意で満を持していたデモンポップが抜け出してで今回出てこないんですがギルエットミラーが突っ込んでくる、タマノビューティーがその真ん中の2着争いの馬です。足の使いどころの難しい馬ですね。あとはちょっと先行勢で決着がついたんで、これ見ててもデモンポップは陣営の言う通りまたみんなが思うように本当のベストは1004だと思います。ですからやっぱり流れ注目ですね。今回レース数が少なく前頭の活躍が見ることができなかったんですが、レモンポップの活躍っていうのがやはり気になりましたよね、久保木さん。なんすかね、大体参考レースっていうのは勝った馬がのこういうレースをしましたっていうのが多いんですけど、今回に関しては最後のネギチステークスのレモンポップだけでしたね。その辺り考えると、先ほどポイントでもちょっと触れましたけど、やっぱレースのメンバーのレベルっていうのがちょっと寂しい落ちるのかなというところはこの参考レースのチョイスからも分かりますね。これらを踏まえて次の名物コーナーに参ります。フェブラリーステークスの出走前馬を柏木さん、久保木さんに金、銀、銅、ダークホースの札で評価していただきます。東京競馬場ダート 1600m を舞台に行われる上半期 JRA ダート王決定戦です。それでは行きましょう。ジャスパープリンス、こちらの評価はお二人とも上がらない。シャールズスパイト、お二人の外国馬の評価揃いました。どうです。お母さんがブリーダーズカップフィリー&メアターフ、これ芝の 2200m ですけれども、この勝ち馬で、母系はどちらかといえば活躍馬は芝の馬のが多いんですよね、ですし、実際このシャールズスパイトはダートでは勝ち黒はないんですけれども、ただ、私月曜日に東京競馬場で馬見てきたんですけど、非常にパワーと柔らかみを備えたいい馬だなって感じがありましたので、日本のダート合うんじゃないかなっていう気はしています。もし展開が早くなった時に上位争いできる資格は十分にあるんじゃないかなと思いますね。はい、やっぱり日本のダートが合うのかどうかってところがみんな気になるところだと思いますが、久保木さんは合うんじゃないかっていう評価で、実際月曜日にゲット試験兼ねて少し、追い切りっていうほどでもないですけど、走らせたんですけれども、もう本当に小気味が良くて、全然日本のダート苦にする感じはなかったんで、コース適性はあると思います。はい、柏木さんはどうですか、適性というところでは。もう前回の G1 で芝では勝った馬はアメリカの最優秀ターフチャンピオンになったんでね、それと称賛なんで、実は早い時計には対応できると思います。でダートに2回力不足だった戦もあると思うんですがね、ダートは11馬身差で負けて次6馬身差で負けてます。だからダート後者ではないと思います。なるほど、時計が早くなってほしいと思います。でその時対戦した2頭、実は来年から日本で主馬になる2頭なんでね、あらあら、このように構想してもらわないと評価下がると思います。そうですね、はい、そういう意味でもここは頑張ってほしいというところですね。はい、はい、ありがとうございます。献身校、こちらいかがでしょうか。お二人とも上がる、そして久保木さんはダークホースです。お願いします。前回ネギシステークスで
1400m を初めて使ったんですけれども、さすがにちょっと忙しくて、追走出て一杯という内容でした。ただ、直線上がり35秒3の足で伸びてきて、ゴール前の勢いというのはいいものありましたんで、いやこれは距離伸びたフェブラリステークスもし使えたら面白いなと思ってたんですよね。3歳の時にレパードステークスをレコード勝ちしたり、あとは夏の福島の、ジュライステークス、これを5馬身差で圧勝したりという実績があるんで、本当はもうちょっとこう季節が進んで暑くなってからの方がいいタイプではあるんですけれども、そのジュライステークスを勝った時は、今回一緒に走ります名勝ハリオ、この馬をもうちぎり捨てたんで、ツボにはまった時は G1 級のレースでも足りるポテンシャルを秘めてると思うんですね。でこの東京のダート 1600m は、カフェファローには離されましたけどユニコーンステークス3着という成績もありますんで、今回外国人ジョッキーバシロ騎手に乗り換わって真面目に走ってくれれば一発大掛けもという期待もっといいんじゃないでしょうかね。私も伏兵中の伏兵だと思います。ここのところ田辺騎手がこう注文つけてるのって追い込みっていうような気がしますが、さっき幸喜さんの説明してくれたレースは実は先行して抜け出してるんでね、乗り換わりでこう違った良さが出てくる可能性もあると思います。はい、本当は追い込んだ方が私はいいと思うんですけど、いや多分違った一面が出るのは怖いと思います。はい、ドライスタウト、こちらいかがでしょうか。おー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 、久保木さん本命がここですか。軌道に乗ってきたここ2戦の競馬は強いの一言かなと思います。特に前回のスバルステークス、これ2着に負けてるんですけど、このレースは勝ったバトルフライの川田騎手がうまくドライスタウトを勝負どころで封じ込めて、その分、ドライスタウトの戸田騎手は仕掛けが遅れて最後、ちょっと足余し気味でしたから、さっき参考レースありましたけど、勝ちに等しいかスムーズに走っていたらバトルフライよりは前に来てたんじゃないかなという内容だったかなと思います。で形だと距離逆に一ハロ伸びた方がいいんじゃないかなとも思いますし、今年はバリバリのトップ級も不在の組み合わせになりましたんで、ようやく素質が開花してきた今のドライスタウトなら十分に勝ち切るところまでいけるんじゃないかなと思います。柏木さんは銀が上がってますね。やはり思い知る人つきますね。まだ強くなるだろうという4歳の魅力です。あまり詳しく知らないんですが、戸崎騎手がこっちの方に乗ってきたっていうのを、誰が決めたか分かんないですけど、気持ちは分かるような気がします。それに2歳優秀の川崎の戦力の時計っていうのはあれ2歳児ですからね、大変な行動系なんですよね。それに前回突っ込んできたの見たら本当に明らかに戦力の方が合ってます。どのくらい人気になりますかね。でも2番人気かなっていう感じもあるんですよね。レフォンポップの方がいろいろ競馬週刊誌などの印を見ると重い、いっぱい並んでるんで、いやこれはもうドライスタート、もう逆に今回しか勝負するとこないんじゃないかなと思って配当的な妙味を含めて、オーウェルニュ、こちらは上がらないか。福永ジョッキーラスト G1 ということですね。そこはちょっと怖いのは怖いですけどね。そうですよね。さすがに名勝してもちょっと苦戦かなという感じはしてます。はい、名勝ハリオ、こちらは上がりますよねと思った。久保木さんだけ動画上がりました。意外と冷たい評価。ポイントは一つ、久しぶりのこのマイルの競馬というところになると思います。あとはどちらかというと右回りの方がいいんですよね。左回りだと少し最後直線打ちへ刺されるようなところもあるんで、その分銅の評価には下げたんですけれども、帝王賞このメンバーでやはり G1 勝ちというのは一つ、評価しなければいけないかなと思いますので、無印にはできないかなと思います。レモンポップ、こちらももちろん人気の一頭になりますが、柏木さんはダークホースですね。ここが単勝もあるという意味なんですけど、前回勝った後も状態を見てフェブラリステークスかなというのがあって使ってくるんですが、できいいと思うんですよね。ただ専用コースというのは
千二だと別に全然困らないと思うんですが、千六、うん、になるとね、あの構想した武蔵野ステークスのようにこう流れが楽になってくれないととっと苦しいかなというのと、うんうん、実は仕掛けどころが一番難しいと思います。だからちょっと気持ちを落としました。うん、はい、前回のネギシステークスは、両馬場でのベースレコードになったんですよね、うん、まあ、タイムそれから勝ちっぷり、まあ、本当に火の打ちどころはなかったと思うんですけれども、でも最後突き放せなかったところを見るとやっぱもしかしたら若干長いという点と、うんうん、あとは中2周ですね、うん、武蔵野ステークス2着の時にこの時は中1周だったんですけれども、はい、ゴール前で少し、ね、左に刺さったんですよね、うん、あれは多分レース感覚詰めてきたからだと思うんで、それまで見せたことがなかったんで、うん、あとは戸崎騎手から、まあ、坂井隆成騎手がうんぬんではなくて、やっぱり初めて乗るジョッキーで G1 っていうのは決していい材料ではないと思うんですよね、うんうん、まあ、ですからちょっと思い切って無印にする手もあるかなと思ってるんですけれども、まあ、そのあたりは、最終追い切りなどをチェックしてもしかしたらこうなるかもしれません、うんうん、はい、人気よりは危ない要素を秘めてるという評価ではありますね。アドマイアルプス、こちらは上がらないですね。はい、湘南なでしこ、こちらは、うん、上がらない。久保木さん上げたいところもあるんですけどね、うんうん、ただ直線の長いコースで追い比べになるとどうかなっていう気はしています。いや、あの柏県勝った時なんか本当に太かったんですよ ね、うん、ね、あの本当に強いのは強いと思うんですけど、うん、ああいう流れになるとは思えないな、うん、他に行くのはいるんでね、うん、TM サウスダン、はい、去年2着ですが柏木さんだけ動画上がりました。お願いします。前回ロメール騎手だったんですがね、いや恋の院にいたんですがね、うん、なんか馬が途中で嫌になってな気がするんですよね、うん、出来は悪くなかったけれど、だから今回は私は違う乗り方をすると思います、うんうんうん、行きそうな気がします、うんうんうん、去年と同じよ、うん、ソリストサンダー、はい、ここは、お、久保木さんが動画上がりました。お願いします。年明けて8歳になったんですけれども、1週前の追い切り今回、コンビ組みます菅原明騎手がピットへ駆けつけて、ウッドコースで入れるボハロン64秒7、これも自己ベスト更新と、うん、うん、まだまだ元気なんじゃないかなと思うんですよね。で今回はおそらく人気がガクッと下がると思うんで、そうなると逆に馬券買った方がいいんじゃないかなと思います、うんうんうん、はい、関風、おー、柏木さん、ここが久保木さんもおーって声が出ましたが、柏木さん、まあ、褒めですか、ここ褒める根拠すごく少ないんですがユニコーンステークスなんか、あの2着した時は35秒2で走ってますしね、能力出し切れる時と全然ダメな時と極端な気がするんですよね。うん、だからもし後方に控えて流れが速くなってくれば戦力の方が、戦力よりは戦力の方がずっと合ってますんで、うんうん、可能性はちょっとあるかな。でもおすすめじゃないですね私が個人的に買いますそうやって独り占めしないでくださいはい、ありがとうございます。スピーディーキック、さあ地方馬の評価、うん、勢いはありますが、久保木さん勢いはありますよ地方で怖くない、そうですね、でも確かにスピーディーキック今の勢いっていうのは非常にありますし、前回の、東京シンデレラマイルのタイムも決して悪くないんで、能力としては非常に高いと思うんですけれども、地方馬に関してはやっぱ芝のスタートっていうのはね、もう最大の難関になるわけですよね。だから今回もおそらくちょっと出が悪くていつもとは違う形の競馬になってしまうかなとも思いますんで、うん、応援はしてますけれども、うんうんうん、やっぱり不利要素だって負けしたからね、うん、そうなんですよね、それはあるね、はい、はい、ヘリオス、さあいかがでしょうか。はい、柏木さんだけ動画上がりました。流れがあの鍵になるって考えてるんですけど、うん、これはヘリオスは竹豊騎手でもあの抑える手はないと思うんですよね、うん、
行く可能性すごく高いんでね。でやっぱり武豊騎士とかルメール騎士が先手取ってしまうと、私が考えるのはハイペースになってくれないんですけどね、逆に残り目があるかなって、誰かに競り込んでほしいんですけどね、印つけといてそんなこと言っちゃいけないんですけど、はい、レッドルゼル、こちらもね人気になりそうですが、はい、久保木さんは銀が上がっております。お願いします。まあ、おそらく距離が長いんじゃないかなと思ってる人も多いと思うんですけれども、私もね実際そういうふうにこの馬に対しては、頭の中には考えあったんですけれども、いやいや、でも逆にその去年のレースをちょっと見直してみて、最後も伸びてきてましたんで、その先入観は捨てなきゃいけないなというふうに思いました。それともう一つは前回の、JBC スプリント、このレースちょっと行き足がつかなくて、道中後方からの競馬、かつペースもかなり落ち着いてしまったんですけれども、まあ、そういった中でも33秒5という足を使ってきた、これがなんか、今回のフェブラリーステークスにつながるんじゃないかなと思うんですよね、でここ2回、川崎氏が乗って普通に乗ったらちょっとやっぱり距離が長いっていう考えもあると思うんで、もう一試して、まあ、これはもうはまり展開がはまるのを待つことになるんですけれども、ちょっと前が速くなった時は怖いんじゃないかなと思うんですよね、このレッドルゼルの爆発力で。距離も持たせるためにこの中間はウッドコースで中目から調教して、陣営も工夫してきてるんで、まあ、そのあたりがうまく実を結んでくれれば、ここ2年の着順より上というのも期待してんじゃないかなと思います。あんまり順調に使えないまで、そのいつも好状態というわけではないと思うんですがね、天禄の方全然不安ないと思います、ベテランですしね、怖いです。はい、 K.I. ターコイズ、こちらはお二人とも上がらない。お二人にフェブラリーステックスの出走前場を評価していただきました。さて久保木さん、今週のトレセン朝ドレ情報、フェブラリーステックス中心にお願いできますか。はい、そうです、フェブラリーステックス、あとは、重賞が今週も目白押しなんで、何か目についた馬がいたら、少し取り上げていこうかなと思います。はい、それでは VTR スタート。今週の水曜日、立東トレセンがまた雪の影響を大きく受けてましたね。主要コースである販路、それからウッドチップは、まあ、閉鎖にこそなりませんでしたけれども、追い切りの時間中も雪が降り続いて、コースはかなり重くなった印象を受けます。そんな中で行われた、フェブラリーステークスの追い切りですけれども、やはり今一番充実しているのはドライスタートですね。先週、ゴーハロンから64秒3の自己ベスト、まあ、今回は予想もありますんで、ハンドで最初追い切り、コバの3勝クラス、ハッピースワニーを、まあ、0秒7追走する形で併入という内容でしたけれども、ゴールの前、並びかける足というのは非常に力強くさ、かつ、すがるさもありましたし、前回マークした最高体重を維持して、本当にこう、馬体が分厚くなってきましたね。今週も戸崎騎手が立東へ駆けつけて、最終調整を行いましたけれども、共同記者会見などを見るとジョッキーの感触もかなりいいですし、ここは間違いなく上位争いしてくるんではないかなと思います。そしてもう一頭よく見えたのが名勝ハリオですね。こちらも一周前の追い切りが非常に良かったです。前に2頭行かせてその後ろを追走で最後外に出してからこう伸び足というのは非常に良かったですね。並ぶ間もなく突き放すという一種前の追い切り、これは非常によく見ました。で、私個人的にこの乗り手の人がぐっと我慢して軽くポンと促しただけで相手をビュッと突き放すっていうのはね、いい追い切りだというふうに思ってるんですけれども、理想的な調整過程踏んでるんじゃないでしょうかね。左回り一つポイントにはなりますけれども、状態に関しては全く心配はないでしょう。あとは関東の注目馬、レモンポップは、水曜日に、入念にコースで運動を行いまして、木曜日に最終追い切りが行われましたね。
ウッドコースで行われましたけれども、動きなどは悪くありませんでしたし、硬さもなかったですね。そしてやっぱり馬体の張りというのも非常にいいんで、前回ネギシステークスを勝っての中2周というローテーションの反動は見た目はなさそうですね。ただやっぱり距離など多少心配な点もありますので、ここは引き続き銅メダルの評価というふうにしたいですね。そして最後に、その他の重賞から1頭目についた馬を取り上げたいと思います。京都牝馬ステークスに出走しますサブライムアンセムですね。この馬前回私本命にして期待したんですけどもね、ゴール前ちょっと狭くなって力出し切れずというレースだったんですけれども、もうこの中間も引き続きいいタイム出てますね。1周前がウッドコースのゴハロン63秒8、これは今までの自己ベストを0秒5も詰める非常にいいタイムでした。今週は4ハロン追いでしたけれども、ラスト1ハロン11秒1、ただ雪の影響を受けてやっぱりちょっとタフな、ウッドチップもコース設定になってましたんでね、それを考えればこのラストの切れ味というのは非常に評価していいかなと思います。前回負けてしまった分を京都牝馬ステークスで取り返したいなというふうに思います。それではスタジオさんにお返しします。久保木さんにみほトレセンからリポートしていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では丹下さんの予想も加えた皆さんの金銀銅の印ご覧いただきましょう。こちらです。私は今回レモンポップ本命ですね。はい、距離は確かに心配なんですけれども、いやでもそのぐらい純粋な気持ちの方が馬券はいい結果につながることが多いです。はい、懸念材料もあるんですけれども、ちょっとそれで人気が下がったらいいのにななんて勝手に思いつつはい、ここ本命にしたいと思います。まあ、相手は未知だからこそ怖い外国馬シャールズスパイトを置いて、まあ、本命一等軸もしくは裏表軸の三連単が怖かった、ちょっと三連複を狙っていきたいと思います。穴ではケアイターポイズもちょっと買いたいななんて思ってます。はい、柏木さんは馬券どのように買いますか？人気ないと思うんで馬連手広く、タンプクもちょっと買おうかなと思ってます。はい、馬連とタンプクと、はい、久保木さんはどんな買い方になりそうでしょうか？はい、私は金メダルとダークホースの二等軸の三連複を買おうかなと思ってます。はい、久保木さんは三連複ということでした。ありがとうございます。そして今週はフェブラリーステークスの他にも土曜日の東京でダイヤモンドステークス、阪神で京都牝馬ステークス、日曜日に小倉で小倉大賞典が行われます。今週もレース盛りだくさんですが、その中でも厳選した注目馬1頭それぞれお伺いしていきたいと思います。柏木さんいかがでしょうか？私はじゃあ土曜日の京都牝馬ステークス、はい、スカイグルーヴ、ここ2戦2桁着順なんですがね、まあ、去年のこのレース2着、その後慶応が入る2着で、前々回はねなんか大外でちょっと振り回されたいなところもあって最後ギブアップかな。で前回もねなんか突っ込んでったらそこも狭くなって最後やめてたんでね、あれ牝馬なんでもう10着ぐらい分かってて追ってもしょうがないんでやめたと思うんですよね。ですから人気差があるんで今回は狙うと思います。うん、はい、そして久保木さんの注目馬は？はい、私は日曜日の小倉のメインですね、はい、小倉大賞典のウィングレイテスト、うん、この馬買ってみたいと思います。うんうんうん、まあ、一時ちょっと足元の不安などもあった時期あったんですけれども、ようやくその後そのあたりが解消されて、調教も、昔のようにバリバリできるようになってますし、うんうん、松岡くんが去年の暮れかな会った時に、ウィングレイテストは小倉大賞典に行きたいというふうにずっと言ってましたんで、うん、そのあたりの意気込みを買って、今週勝負してみようかなと思ってます。はい、ありがとうございます。フェブラリーステークスにも注目ですが、柏木さんは京都牝馬ステークススカイグルーヴ、久保木さんは小倉大賞典ウィングレイテスト、この2頭にもぜひ注目してください。まるごと必勝チャンネル、来週は中山記念を中心にお届けします。ネット競馬の YouTube チャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。それではまた来週お会いしましょう。
ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。